見られたりしないの？大丈夫？YouTube がさ、バグってんのかなんかじゃねえけどさ、なんかおかしいんだよな、消えちゃうんだよ、こうやってさ、普通コメントがさ、てん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 、え、なにあれ、え、こうやってさ、流れた状態で保たれんじゃん、消えちゃうんだよ、なんか YouTube のこれ、どうしたんだ、YouTube、わかんない、バグってる、完全に今日は YouTube ツンデレです、ツンデレですよ、俺多分さバカにしたから多分さっき、あ、ここなんか枠があるね、入っていいのか、あ、いいのか、あ、潜らないとこれ、ほら消えちゃってる、ほらほら左側にこうやって流れるじゃん、こうほら、でこれいちいちボタン押さないと、ほらんほら川島さんのこれコメントが消えちゃうんだよ、これほら、どうしたんだろう、なんだろう、みんなのコメントがこう流れてるのに、うん、普通こうやってリアルタイム流れんじゃん、うん、普段はなのに消えちゃうのこれ、今日なんかバグっちゃったさっきで、なんだろう、普通だって表示されたまんまなんで、だっていたずらされてる、ああだからラグになっちゃうんで、そうするとてかこれは一体何、これなんだろう、これ何、これ小人だよこれ、うん、小人たちだね、なんでこんなもん置いてあるのこれ、わかんない、なんなんですかこれは、どうしよう、なんか YouTube バグっちゃった、てかこの小人7人どころじゃないよ、いっぱいある、うん、誰かとか手作りしたのかな、スマホ壊れたかな、あ、そっち可能性あるかもね、ほらもうダメ、うん、キャスは？キャスダメかな？キャスも何も、いやだって電波繋がってんだよ、だって。どうなってるのこれ？一回再起動した方がいいのかな？ああそうだね。かもしれない。再起動するか。うん。一回ちょっとごめん、再起動する。ちょっとごめんね。少々お待ちを。そうだね、ちょっとバクってるねこれね、だってみんなのコメントがこう入ってるのに読めない状態になっちゃってる、なんかじゃあちょっと一回再起動する、タクシーで、あれでしょ、ソフ版にしたりさ、うん、そうそうそう、電波媒体でついていけないのかもしれない、ちょっとスマホが切り替えが、からね、いやスマホはまだそんなあれだと思うよ、新しい方のはず、何これ スマホが起動しないんだけど、まあいいや、座ってゆっくり定点しよう、なんでこれ戦没者の墓にこんな小人が置いてあるんだろう、なんだろうね、お腹鳴っちゃった、また私ちょいちょいお腹の音入っちゃってるの恥ずかしい、うん、使えねえな YouTube 本当に、再開、よし OK かな、だね、大丈夫？大丈夫だね。再びお疲れ様です。再びすいません。ちょっと一回切れちゃったんですけど。再びこんばんはですね。再びこんばんはです。ちょっと一回バグっちゃってこう。でもなんかちょっとはい、どうも。すいません。一回再起動をかけるため切りました。一回。再起動、電源を。はい、どうも、治りました、治った治った治った、もうちゃんと見れる見れる、
いや、なんかビデオカメラみたいな感じの状態になっちゃって、そこ、そう、すいません、なんかちょっとね、スマホがもうちょっと俺のボロいのかなと。いや、多分配信で使ってるから結構劣化が激しいかもね。そう、すいません、一回切れてしまって。なんでこれ小人があるんだろうね。こう小人とね、なんか雪だるまの、あ、復活してた鍋さん、そう、あれもある。再起動かけたらね、これね、治った、ちゃんと。よかったよかった。なんで小人あんのこれ。誰かがあれじゃない、そういう異例のために。そうでしょう、うん、いっぱい置いてみたいな。ラーメン食いてえな。ラーメン食いてえ。そう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 、わかんないな、俺戦没者って書いてあるけど、兵隊の、なんかこの横もなんかあるね、木が植えてあって、いや、今日はですね、結構でかいね、これ。よっちゃんいかさん、なんだろうな、今日はその落ち武者系の心霊スポット最初一軒目行ったんだけど、まあその近くのなんかこの戦没者の墓を結局さっきのハイキングコースからこう歩いて目指そうと思ったんだけど、さすがにちょっと無理だろうって。そうだね、神社がそこにあるんだよね。あ、そういうことなんだ。 でそこがまた第二のトトロの森第二ってやつなの。うんうんうん、あ、第二、第一、第二ってあったんだ。そう、でさっきの東京の夏の方がだからトトロの森なんでしょ、あっちも。行ってみる。なんかこの辺なんかあったんじゃねえのこれ。うん、じゃちょっとトトロの森また再突入してみるぞ。そこから入れるっぽいんだよ、なんか。うん、すごいね。お邪魔いたします。どうした、何。いや、足踏み外した。ほらがある。わかんない。これはちょっと新スポかどうかわかちょっとわかんないけど、2階のエリアだなこれ。そうだね。ちょっとお邪魔します。あ、でもさ、わかんないよ、俺ここは。一切わかんないから。あれ、なんか違う名前の神社。うん、違う名前の神社だな。ヤモリ。本当だ。ま、守ってんだね。これが何、トトロの舞台なのこれ。狭山事件の。
森繋がってんじゃん、これ。大丈夫、そっち行って。蜘蛛の巣あるよ。繋がってんぞ、トドロの森。2軒目今日これにする。そっち人いない？大丈夫？何人って？いや、もう男の人。あれ、男の人、スウェット着た男の人いたんだけど。いいよ。え、この辺にいたんだけど。この辺にいた？うん、ここ、この辺立ってたんだけど。いないよ。え、そっちから歩いてくるときに見えたんだけど。嘘。あ、人がいると思って。そうだ。いや、マジで。これ超マイナー。これ。うわ。やっぱ誰かいるんじゃない。これがトトロの森の入り口だろ。あ、そうなんだ。うん、神隠しになるんじゃないけど。ちょっと点々地図見てもらっていい？あ、今男の人いたんだけどな。男の人？スウェット着た人、上下スウェットだから近所の人かなと思って、近所の人かなと思ったんだけど。絶対そうで、ちょっとトトロの森の入り口。そうだ、そうこの神社を突っ切っていくと、うん、トトロの森の入り口なんだよ。うん、なんかいる、なんか得体の知らない気配が。点々は。てか、この中央の道の向こう側、ずっと音がする、さっきから。嘘。うん、いや、なんかいるかなと思ったら、その男の人だったからさ。どこ行っちゃったんだ。なんかいるのかな。わかんない。テンテンは多分大丈夫。なんか見えちゃったみたい。いたんだって、ほんと。だから映しちゃうのまずいなと思ってさ。ミルクさんも見えてんだって。え、なんかこの音。いや、こんな音がさっきからするんだよ。やばい、結構近いんだよ、音がさっきから。ちょっと近いの、囲まれてるね、これ。囲まれてるっていうか、これ見て、一箇所だけ揺れちゃってる、ほら。これなんだっけ、一箇所だけ。これ何現象っていうんだっけ、これ。なんだっけ、死でがいい、いいのか悪いのか分かんないけど。分かんない。真ん中立っちゃダメだよ。ちょっと暗めにしよう。やばい、耳鳴りしてきた。もうちょっとライト弱めにした方がいいかな。耳鳴り、うわ、耳鳴りしてきちゃった。やべえな。ここなんだ。ちょっとペンギンちゃん、これ曰く調べたんだろ。教えろ。あ、そうなんだ。ペンギンちゃんがこれ、俺の前の前回の放送なんかチラッとね、卓球でね、トトロの森の方にしてた。あ、そうなの？あ、じゃあペンギンさんお願いします。
ちに行ったんだ。こっちから音がしたから、あ、あっちからも音すんな。え、どういうこと？あっち何があんの？いや、なんもない。あ、なんもない。何があるだけ。あ、そうなんだ。なんか蜂いない？蜂はいないね、いないね。なんか、これスポットでも補充する？トトロの森はそっからだよ、入り口。え、後ろなのやっぱ。え、あっちなの？そっち。え、なんか行きたくないんだよね。あ、やっぱそっち行くんだ。いや、なんか音がしたからやだな。ほら、音がすんじゃん。道がどっち行ってもわかんない。そうそうそう、2号地みたい。そう、クリクリとかなんか変な。いや、そうですね、俺のサイドコードくんで。いや、森が失速してるんだけど電波大丈夫だよ。あ、なるわ。トトロの森などが誕生し、ボランティアによって管理されています。狭山丘陵の緑を守り維持し続けるような、なんだ、自然のやつか。でもなんか今日2号地だね、これ。うん、はい。あ、ザロックさんこんばんはです。2号地と1号地ってあるの、これ。1号地は知らねえ場所。どっちが2号地と1号地。さっき何号地歩いたんだろうね。え、さっき何号地歩いたんだろう。あ、またキノコ。ねえ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 、またキノコ。キノコがある。そう、さっきね、さっきもあったの、この子。あ、顔認証したキノコに。なんでこれミステリーやってたの。これマッシュルームかな。マッシュルームが大きくなっちゃったのかな。あ、まあいいか。の森よりもなんか手入れされてねえけど、歩きやすいとか、歩きやすい。
あ、観光地か。一号地じゃそんな面白くないか。こっちのなんかやばくないこれ。やばい。だって神社の通って。神社の中にこれ森ってもう完全に神隠しじゃんこれ。なんか行きたくないなあまり。いやもうそんな今日はそんな探索できないよ。うん。ペンペン大丈夫よ。そんなあのもう時間的に。だってさっきの人いないじゃん。いないね。どこに向かってんのかもわからんし。いやそれも怖いよね。やばいんだけど。どうなんだろう。私はちょっとわかんないね。これだ初見すぎちゃって何人いるかもわかんないし。雲の巣気をつけてね。うん、もう表示なくなっちゃってんじゃんもう。ん？表示なくなっちゃってもう。これでねトトロがぶっ壊したんだろこれ。どこ刺してるかわかんないんだけどさ。うん。そっちにトトロがいいんじゃないの。あそう。トトロ。って。あそんな声だったっけ。いやそんな声わかんない。はいミカペさんこんばんは。間違っても俺にジブリを歌わせダメだって。ジブリは死んだ。カラス起こしたでしょさっき奥行って、うん、怒ってんのかな。ミーテンはそうだよ一緒に俺もあの SKT の生ライブの時に俺 LINE ライブやってたんだけどそうです